はい、じゃあ、亀岡です。というわけでね、今日週末、特別動画を上げていきたいなと思うんですが、まあ、日経平均がですね、皆さん知っての通り、なんとね、約1300円ぐらいですね、値を下げて大暴落をしてますよね。もしかしたら、2番底に向かうんじゃないかといった形で、皆さんね、戦々恐々としてると思います。なのでね、その話をですね、したいんですが、その前に、じゃあ何が起こったのかと、一体どこがトリガーになって、今のですね、大暴落ですね、日経平均、 ですね、再び2番族に向かうかもしれないというです、ね、状況に今陥ってしまったんですけどもそこにつながったのかとおそらく4つぐらい要因があると思うんですがそれはですねその次の,のですね、えー、動画でですね解説をしていきたいと思うんですが今日はその前にですねじゃあ一体最初のトリガーとして何が起こったのかということでこれですよね米雇用統計が昨夜発表されまして アメリカのですね、半導体株、そしてニューヨークダウン、ナツダック、S&P500 ともにですね、大きく調整に入ってるんですよね。これはリセッション懸念がですね、ここに来て再び高まってきたといった状況になってるんですけども、まずはここから押さえていきましょうということで、まずはね、この米雇用統計とニューヨークダウンの下落ですね、続落と、今後のですね、米株の懸念点、リスクについて話していきたいなと思っております。で、まずはですね、ファクト、事実をね、 しっかりと抑えていこうと思うんですけども、ニューヨーク株ですね、続落という形で、410ドル安ですね、大きく値を下げたと。で、これはですね、まあ、雇用統計、それほどね、雇用の要はね、伸び率が鈍化していて良くなかったんですよね。失業率は変わ,変わらずだったと記憶をしていますけども、雇用が良くなかった。で、本来であればね、これはバッドニュースイコールグッドニュースという形で、 これまではですね、株高につながっていたんですけども、まあ、ここに来てですね、急転換しまして、これがですね、いわゆるリセッション懸念ですよね。これまであまり表に出,たか出てなかったんですけども、いよいよやっぱり目の前にですね、景気交代が迫ってくると、いや、これは偉いことだと、言った形でみんな苦まい始めたということですよね。で、みんなが苦まいてるのがわかるので、メディアが、あ、これはですね、人々が、米国民ですよ。 まあ世界中のまあ、ね、投資家もそうですけども、今ね、景気後退のニュースを出せば、クリックしてくれるし、クリックしてくれれば、広告収入も入るしっていうことで、どんどん、このね、リセッションのニュースを出し始めたっていうことなんですよ。今までな,かなくなったわけじゃないのでね、このハードランディングも、リセッション懸念もね。ただ、誰もそこっちに興味を示さなかったので、メディアがそれを取り上げなかった。もうこれ何度も話してますけどね。メディアのニュースは、我々の心の写し鏡なのでね、 我々をが求めなければ、たとえその情報を掴んでいた,いたとしても、後で出そう、うん。今は早いということになるんですよ。うん、なので、ようやくですね、えー、このリセッションであったりとか、場合によってはですね、えー、ノーランディングではなくてハードランディングかもしれないと。言ったらですね、情報を出せば。うん クリックサイネのドで、それもどんどん出てきてるってことですよね。で、米景気交代懸念で売りが加速をしているといった状況ですね。まあ確かに、ただ雇用統計が悪いということはでしょ。失業率にも繋がっていきますし、何より求人数が下がってるってわけですからね。やはり小売り、うん。あとは、そういった今まで良かったようなですね、半導体、うん。あとは、まあ AI テック系ですね。のきなみ、まあ、うん、雇用を抑えてる可能性はありますよね。で、これが、やはり、企業のですね、業績の方に まあ、目に見えて出てくると、決算が悪くなってくると。そして、いよいよ決算が悪くなってくると、ファイヤーですね。うん、ファイヤーって形で、ヨガファイヤーじゃないですよ。<laughs> ストリートファイターかようと。ここでね、いきなり、いきなりぶっ込むのが神岡って形なんですけども、おあれですよ。そうお。失業率もね、ここから先、今ちょっと横横になってますけども、再び上場していくでしょう。というのが、まあ、なんとなくわかるので、えー、これは株が、まあ、難聴になった。要は 5ヶ月先、6ヶ月先を、まあ、読んでるってことですよね。折り込み始めたといった状況になっているのが、今のね、えー、このアウトプットって言いますかね。この米国株の、まあ、続落の正しい認識なんじゃないかなと思ってます。で、米雇用ですね。8月14.2万人増で、まあ、増えてるんですけども予想を下回ったっていうことですね。コンセンサスをね。で、失業率はまあ横横ですね。約ね。まあそんなに変わらずといった形で、増えてはないんですよね。前回4.3くらいでしたっけうん、と思いま、 記憶してますので、まあちょっとね、わずかに下がりますけど、ほとんどまあ横横ですよ。ただ、当然、求人数が下がってきて、ですよ。ね。そして、アメリカのですね、えー、業績が悪くなってくれば、やっぱすぐにね、アメリカはね、ファイヤー。ヨガファイヤー。しつこいぞ、神ヨがってね。しつこいぞって聞こえてくるのもね、も、ま、う、あ、やめますけども、このぐらいでね。<laughs> で、あのー、ね、失業率が上がってくれば、ね、やはりこれは、本当の意味でのリセッション。まあだからまあ利下げが、 できると。9月にですよ。うん。まあそういったね、えー、ことにはなるんですけども、まあ、失業率がやっぱね、高まってくる。まあそのトリガーになってくるんじゃないかなと思っています。だから株が6ヶ月先をね、より折り込んで、繰り返しになりますけども、下がってるという状況ですね。で、当然もう利下げ間違いないでしょうと。こういった状況になってますので、あとはね、0.25なのか、0.5なのか、年内にね、どこまで利下げを行うのかといった、そのね、えー、いわゆる予測になってきますよね。 で本来であればね、もっと失業率が上がってればですよ、これは0.5いきなりやってもおかしくはなかったんですよ。うん、で、それを市場も期待をしていたというのも、2つ目の、ね、理由として今、米国株が下げているね、えー、になるんじゃないかなと。ただ、失業率が悪化せない、期待値よりも求人数が下がってるだけということになると、0.5できないんじゃないか、やっぱ0.25でいくんじゃないかということで、それだったら、うん、ちょっと期待、 以上ではないなと。利下げのね、幅がね。ということで、株価が下げてるさらなる要因になったというのが、まあ、二つ目の理由なんじゃないかなと。もっとありますけどね。それはちょっと次の動画で、日本株のね、レギュラー動画の方で、週末のね、話したいと思うんですけども、そして次の動画では、私のですね、この8月5日からここまでのですね、利益を公開します。僕はね、利益確定して、あとはね、その利益確定によって生まれたキャッシュで、 信用の減引をしたっていう話をね、しますよね。これはまあ、レギュラーでね、の番組をまあ見てもらってる人だったらね、あの、わかってると思うんですけども、じゃあどのくらいそこのね、利益確定で、この約3週間で利益が出たのかと。うん。これをね、ちょっと次の動画で1ヶ月ですね、えー、話したいなと思っております。でね、まあ実際にでそういった意味ではね、うん。0.25。 ちょっと期待以上じゃないな、といったところで、他にも理由がねあるので、次の動画で話しますけども、まあ、米国株にことね、え、限って言えば、こちらの方もですね、一つの、まあ、失望ということで、株価を下げさせたということになってるんじゃないかなと思ってますね。で、まとめるとですね、アメリカの雇用統計は、失業者のですね、伸びが予想を下回ったということを受けまして、市場は利下げを完全に織り込んではいますけども、おただね、なかなか0.5までいかないんじゃ、ね、期待以上じゃないな、 ということで、ちょっとしぼりが加速をしていると。で、結果としてね、うん、円高ドル安の反応も見せてますよね。まあ、142円ぐらいですか。まあ、急激に、そうは言ってもね、えー、大きく、139円とかね、130円台まで途中にせるわけじゃないので、やはりこれが0.5、完全になるとなったら、139円とかな、あった可能性もありますけども、おまだね、0.25、 が0.5か。いや、0.25の方が近いんじゃないか。まあ、大きいんじゃないか、可能性がね。ということで、まあ14、142、う、円、ん。後半の、まあ、円高で止まってるんじゃないかなと思ってますね。ただ、失業率がね、低下線もかかわらず、賃金の伸び率はね、あとね、以前と、まあ、ほぼね、変わらずぐらいの高止まりをしてるんですよね。賃金と、ね、失業率の上昇がなかった。失業率の上昇がなかったけども、賃金の上昇はあったとことですね。だから、 9月のね、利下げは0.5ではなくて0.25。まだまだ、まだまだ大丈夫だろうと。うん、0.5までやる必要ないなと。失業率も上がってないし、ね、賃金の伸び率はまだ高いし、ということやね、うん。もうちょっと様子を見ましょうと。言ったね、結論になりやすい、なるかもしれないので0.25ですね、それがね、うん。これを失望して、まあ、景気悪化が目前に迫っているにもかかわらず、ね、えー、ここまで利下げをしないんだったらですよ。 まあ、株価ね、一旦手放しておこうかといったことで株価が急落すると。うん、まあ、景気悪化が、ね、目前に迫っていて、さらにですね、まあ、利下げも0.25なんであれば、うん、ちょっと一旦、例、うんうん、確定も含めてね、えー、ポジションを減らそうかといった動きが加速したということになってますねで。日経平均もね、それによって大幅に続落をしていますね。月曜日は確実におはぎ屋のね、様相をね、期してるということになりますね。まあ、これはもう戦時対応でしょう。月曜日からね、 うん、と思っています。今のところ3.3%、えー、以上の下落ということで、1200円以上のです、ね、大幅な、まあ、暴落ですね。が今ね、えー、もう月曜日、ほぼほぼ間違いない状況で、先物が動いていることにな,なってますね。日経平均、先物ですね。だから今から、ねまあ、準備を添えた方がいいですね。どれを利益確定して、まだね、含み益あるものは。で、どのね、信用をやっている人は、減引きをするのかとかね。うん あとはね、えー、現金キャッシュ少ない人は、信用の維持率がちゃんと大丈夫なのかと。そして逆に、まだね、ポジションがそれほどね、たくさん形成してない、していない人はね、再び二番族に突入していく可能性があります。ちなみに二番族はね、どっから二番族かっていうと、前回が、8月の5日、6日で、3万円を割って、2万9000円をつけてるわけですよね。だその3万円から2万9000円まで来ないと、やっぱ二番族ことは言えないですね。そこから、さらに新年を割ってくれば、本来の、本当の意味でのも、 二番族なんですけども、まあ、少なくともそこの平行線が引けるので、そこにタッチして、また上がっていく可能性もありますからね。それでも一応二番族とは言えます。その場合はダブルボトムということになりますね。だからこれを割ってくれば、もう完全の、完全な二番族そして三段下げということになりますね。うん、まあ、このあたちょっとまだ様子をね、って言いますか、時間をちょっと経過しないと、何とも言えないので、また月曜日以降ね、えー、ま、速報という形で、え、動画を上げていきたいんですけども、今のところこういったね、え、米国株、そう、今、何が起こっているかということを順でだって話すと、 状況になっているということですね。まあで、まあ円はですね、142ドルですね。まあまあ、あんま前半か。まあ、今のね、状況を考えれば、まあ141円とかに、突入してもね、月曜日おかしくはないかなと思っていますね。で、ニューーヨクダウの先物が今、また再びですね、えー、これはそうですね、まああんま変わらずですね。ニューヨークダウ3年は動いてないのか。うん まあ、このあたりはまあね、もうちょっと、ね、日曜日になって、えー、時間が経過しないと、このあたりの動きもまだちょっと見えてこないですけども、一方で、えー、このね、昨夜のニューヨークでウの、ね、えー、ようやく10ドル安のですね、下げを受けて、日元金、さらに円高ですね、うん、の煽りですね。そして半導体株うとかですね、非常にエヌビディア下げてますよね。この辺りの、まあ、失望感も踏まえてですね、 えー、1240、まあ1200円台か、うん、1230円台かな、えー、ぐらいで、えー、日経気下げ物が今、暴落をしているところになりますので、まあここの準備はそういきたいですよね、うん。特にここまで、うん、利益確定とかせずにですね、ひたすら、まあまたレバレッジを積み上げてきた投資家はですね、も、ま、う、あ、同じ苦しみを味わわないように、今のうちから心構えだけはしておきましょうということになりますね。なんといっても NBD はですね、えー、大きく 下げてるという形ですね。まあ、前回の下値まで来てるので、一旦これ底打ち反発すればね、まだ市,市場のですね、えー、まあ、心理状態と言いますかね、死境感も悪化せずに済むんですけども、なんとなく割ってきそうな、うん、そんな気配を感じるんですよね。その場合は今度はね、次のお平行線がこの辺りに引けますので、まあ、この辺りはね、えー、まあ、やすやすと下げてきそうな、まあ、そんな動きもお、気配も感じていますので、 エネルギーを持っている人はもちろん十分注意は必要ですけども、やはりそれに連れ立って,て、これまで好調だったね、ナスダックが崩れていく可能性もありますのでね、十分警戒は必要かなと。で、そうなってくると、日本のグロースであったりとか、えー、やはりですね、えー、日本株の方もダメージを受ける、特に半導体系ですよね、えー、可能性があります。日本の半導体系は結構、東京エレクトロも含めてね、レーザーテックとか、確かもう2番底を、もうギリギリのところにあるんですよ。だそこを突破されると、 次は3、えー、番下げという形で3段下げですね。もっと急落をしていく可能性がありますので、まあこれはちょっと次の動画で話しますけども、日本株のね、テーマになってますので、そちらはね、えー、まあ十分ね、半導体系がですね、月曜日大きく売り込まれても大丈夫なように準備だけはしておきたいなと思ってますね。で、ニューヨークダウンとかね、ちょっとチャートの方を見ていきたいんですけども、ニューヨークダウンの方はですね、一応こちらの方ですね、今4500ポイントを割って、 ま、次ね、ターゲットとしては、こちらの200日ですかね、え、の移動平均線ですかね。200日じゃないか。こちら75、うん、かな。ちょっと、表示の方がですね、ちょっと切り替えてないので、200日じゃないみたいですね。まあ、どちらにしても大きくね、えー、ニューヨークダウン、ね、新高値をつけてから、もう続落に次ぐ続落で下げてるといった状況ですね。ナスダックの下げもきついと、いった状況ですね。うん。まあ、次の、まあ、下げのね、ポイントは1600ポイントぐらいになってくるのかなとは思ってますね。 で、特にナスダックが、まあ、あ一旦ちょっとね、ナスダックのね、えっ、ー、と、エヌビディアですね、ちょっと下げしぶってはいるんですけども、うこのままですね、えー、ニューヨークであるとお、ね、米国のリセッション懸念とか含めてね、えー、下げ続けていくんだったら、まあ、あさらなるですね、エヌビディアの下げ、そしてそれに連れ立って、ナスダックそのものがもっとね、えー下を向かっ、下に向かって下がっていくということも十分あり得るかなと思ってます。そしてサンドリー500ですね、サンドリー500の方がちょっとまだ、 下げが弱いですよね。うん、こうやって見るとね、うん。ここからまあ200日じゃなくて、えー、これはね75なのかごめんなさいね。ちょっとこう表示を変えてないんですよね。なので、うん、まあどちらにしても、大きくこちらの方にもね、下がってますので、まあ一旦はね、大きな調整になる可能性はあります。そして、リセッション懸念も、まあくすぶってますからね。うん、これはあとビックスですね。月曜日から一気にビックス上がってきて、再び40、50となるようなことがあれば、これは一旦大きな調整。うん まあ十分ありますので、ちょっと警戒をしておきましょう。も、ま、う、あ、どちらにしても、この週末、まだ時間ありますから、しっかりとね、米国株に投資をしている人も、日本株に投資をしている人もですね、考える、そして戦略シナリオをね、練る時間に、まあ活用してもらいたいなと。そして次の動画で,ではですね、僕は8月6日に大きな買いを入れて、そして、まあここまで持ってきてね、ポジションを形成してきて、そして、先週ですね、利益確定をしたんですよね。そして、そのキャッシュで、 減引をしたっていう話を、もう先週の、ね、動画で上げてますので、ぜひそちらの方をね、見てない人は、今言ってることこじゃないですかね、もう手の内は全部明かしてますから、えー、見てもらいたいなと思うんですけども、まあ、それによる、う利益はですね、1ヶ月間出てますね、楽天証券ね。えー、僕は4講座を動かしてますので、他の口座のね、えー、まあ、楽天よりはちょっと少ないです。なぜかというと、楽天が一番、今のところですね、えー、大きくポジションを形成した証券口座になってますからね。どちらかというと、 武蔵とか、SBI 証券とか、ちょっとポジションが小さいんですよ。なぜかというと、もっと暴落をしてね、新年終わって、えー、2万9000を下回った時に出動させようと思ってたので、これも全部手の内を明かせますからね。このチャンネルではね。今言ってるわけじゃないです、うん。で、結局だか楽天証券の利益が、この1ヶ月間で、110、う、ん、110、うん、うん、のいかがで、1、10、100 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000、0 0 10万、5急にね、 急に何かやるとこう、間まで数えていればいいんですけど、分からなくなるんですよ。混乱するってことますね。話しながら、考えながら、他のこと考えながら話せるので、次何話そうかってことですね。110? うん。ん ?110、100、1000、万、10万、100万。そう。111万、8140円。そうそうそう。111万、うん。8140円。1万が問いましたね。1万っていう単位がね。いや <laughs> な、だったってことです。このね、まあ6日から、うん、今の、まあ5日、6日ぐらいまでですよ、約1ヶ月間ね。本来であれば、これ4万いってれば、200万ぐらいになっていた可能性はあります。利益はね。もちろん、なんから3講座、他の4講座ですね。でも1講座はちょっとアクティブじゃないので、どちらかというと NISA とかね、うん、本当の暴落が起こった時のために使ってます。まあその使い方はね、まあドラゴンクラブって言ってね、僕が直接壁打ちをしながら教えてる、まあ熟成、ちょっとそこはまあ限定にさせてください。まあやっぱね、 有料会員なのでね。まあ別にだからといってね、うん。出し惜しみなく話しますけども。3講座でね。4講座目はもう動かすタイミングを決めてるんですよ。ここまで来たら動かすと。で、それがの武蔵とかね。SBIA ネオトレード証券の方ですね。SBIA 証券はもう最終決戦舞台なので。条件が揃わないと動かさないです。で、そ他のね、利益を含めると、まあ、100、まあ40万、うん。150万ぐらいかなという形ですね。この1ヶ月間でね。 で、これが4、ね、まあ4枚までいってれば、まあ300万とか、うん、なっていた可能性はありますけども、まあしょうがない、うん。相場が、まあ逆に動いたってことなので、キャッシュを作って、ね、今この利益確定してね。で、それで減引きをして、そして減引きをして、今はですね、ちょっとロングに、中長期に戦略を変えて、9月末配当をもらいながら、次の戦略をちょっと構築をするといった状況ですね。まあこういった形で、僕はリアルでやってるのでね、うん。本当にその予想したりと、するだけとかね、うん。 ま、相場のね、えー、ね、今のチャートの動きだけを解説するだけじゃないので、実際に皆さんと同じようにやってるので、やっぱ痛みもわかるし、焦りもわかるし、緊張感も感じてるし、それによってへ、戦時は戦時で、しっかりとね、そういった情報もお届けしていきたいと思っていますので、引き続きね、えー、よろしくお願いします。ということで、次の動画では、今度日本株編ということでね、えー、解説をしていきたいと思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。ということで、今日は以上です。高速で。